それでは改めまして、神奈川県立光陵高校の遠藤先生と東京学芸大学附属国際中等教育学校の古谷先生にお話を伺いまして、解説は西辻さんにお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず先生お二人にお聞きしたいんですけれども、授業に言語活動を取り入れることで生徒に対してどんな力をつけてほしいとお考えなんでしょうか。まずは遠藤先生からお願いいたします。はい、ですね、さまざまな力が身につくと思うんですが、はい、まあ、特に私が思うのはやはり今考える力といいますか、はい、そういったものが大事であるというふうに言われています。確かに言葉を使わなくても、考えることはできるんでしょうが、言葉を使うことによってよりこう客観的にですね、考えたことが表現されて、周りにもそれが伝わるというところが、いいところかなというふうに思っています。また、今の時代に求められるその、自分の意見をですね、こう述べる力、そういったものも身についてくるんじゃないかなというふうに考えています。なかなか自分で自分の言葉で自分の意見を述べるっていうのは大人でも難しいことだと思うんですけども、そうですね、はい、ね、それに対して何か工夫とかはされていらっしゃるんですか。そうですね、はい、工夫といいますか、とにかくいろんなですね、授業の場面の中で、これはもう国語だけに限らずですね、数学でも、理科でも、体育でもいろんなところで、そういった言葉を使ったコミュニケーションを図っていくというところは意識して行っています。わかりました。それでは古谷先生、はい、先ほどのどんな力をつけてほしいかというところについてお願いします。今あそこまでしっかりやってくれると思わなかったのでちょっと感動しちゃってて何を言えばいいのかわからないんですけども、やっぱり一番はいろんな考え方がある、いろんな考えを持ってる人がいる、多様な人がいるんだっていうことが、やっぱこうやって言語活動を通じてわかるんじゃないかな。 いろんな文化を持ってる人もいるし、また自分とは違った習慣を持ってる人もいるし、そういうのがやっぱ喋ってみないとわからない。今日も本当に自分の授業を1年間取ってる子で5人で固めてきたかったんですけども、2人助けに来てくれて、もうそこで見ててハラハラドキドキしてたんですけども、完璧に近かったんじゃないかなって私自身は思うんですけども、やっぱそういうものをこう感じられる、これが言語活動なんじゃないかな、そういうことに喜びが感じられる、そういうもの、教員にとってもすごく喜びが感じられる、そういうものが言語活動で、子どもたちにはその多様な人々とつながる力っていうのがついていくっていうふうに思うんですけども、僕ら教員もそれによって少し、パワーアップするんじゃないかなというふうに思ってます。子どもだけではなく教員の力もアップするんじゃないかなというふうに考えます。確かに大人になってもその言語活動っていうのはゴールではなくて、どん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 まだ成長するものだし、人間同士その刺激をし合って良くなっていくものですもんね。その刺激を受けるのはやっぱり喋ってみないとわからない。ぶっとこう黙ってたらなんだこいつっていうような感じになるのが、一つのその笑顔でも何かそういう言葉かけで変わってくる、そういうのがやっぱり人間として生まれて、やっぱり言葉が喋れる、喋れない人もいるわけですから、この喋れるってことはやっぱり大事にしたいなというふうに思います。そうですね、西辻さんいかがですか。本当そうですね、はい、生徒にこういろいろ考えさせていくっていうことは大切だと思うんですね。で今までの授業っていうのはなんかゴールが決まっていたり先生がもう答えを持っていたりっていうことが多かったように思うわけです。だから決まった答えを先生がこう教えていくというのではなくて、こうペアとかグループとか、さらにこうグループ相互というような形でコミュニケーションを取りながらですね、こう生徒が考えを深めていってそれぞれの答えを見つけていく、こう21世紀っていうのはこう答えのない時代なのかもしれないから、その答えのない時代に一番いい答えというものをそれぞれが見つけていく、そういうプロセスというのが大切だと思いますね。なるほど、分かりました。では次の質問なんですが、
プレゼンやディベートなどをして言語活動を通じて先生たちご自身がお感じになったこと、例えば実際にこんな効果があった、生徒にこんなことを言われた、そんな具体的な例をお聞きしたいんですが、遠藤先生、はい、お願いします。そうですね、やはりああいうふうに自分のですね、調べてきたことや考えたことを、大勢の皆さんの前で発表するというのはなかなかこう意識的にやらないとなかなかそういう機会ってないと思いますので、そういった経験がやはり、できてよかったという声をやっぱり一番生徒の方からは聞きます、はい。先生は数学の先生だっていうふうにお聞きしたんですが、はい、そうです。数学と言語活動っていうのはなかなか結びつかないような気がしてしまって、はい、数学と言語ってどんなつながりがあるんですか？そうですね、数学も、もちろん日本語を使う部分もありますし、記号や式を使う場合もあります、数学の場合はそれらも含めて、幅広くこう言語という捉え方をしていますので、例えば証明を書く場合などはやはりそれが読んだ人にですね、伝わらないとやはり意味がないので、いや、そういう意味ではやはり数学であっても幅広いそういった言語というものは大事になってくるんじゃないかというふうに考えています。なるほど。確かに私も数学が大好きなんですけども、数式とか頭で覚えていてもなかなか相手に教えることができないという現象に陥ってしまうんですよ ね、はい、やっぱり客観的にそうやってこう、見てもらってですね、で自分の考えが正しいのかとか、そういうことをやっぱりきちんとできるのがこの言語活動のいいところだというふうに思っています。なるほど、分かりました。古谷先生、いかがでしょうか？難しいですけど一言で言ったらつながりかなって思いますね。今本当に一人、さっき出ていた一人の男の子は私授業一度も持ったことありません。去年の9月の編入生です、はい、で、先週でしたかね、お話が固まってさあ行こうっていうふうになって、で彼がここへ来てからも一生懸命友達とこう、ネットを引いたりで話したりしているっていう、ですとたったの一度も、授業で関わっていない子でも中島教育頑張ったぞっていうような感じでつながれる、そういうのが最高なんじゃないかなって名前を伏せていたのに名前が出ちゃいました。すいません。つながれるっていうのが一番この言語活動をやってていいんじゃないかな。で先ほど兄さんも22日から被災地へ行って、生徒がそこまで頑張ってるのに教員何してんだっていう形で、私も明後日から行ってこようと、そしてまた今日もこう持ってきてるんですけども、西条武夫先生の人を助けるすんごい仕組みっていう本を、今日持ってきたんですけど、これは本当につながってるんですよね。つながりでつながりでって、そういうなんかコミュニケーション力っていうか言語活動っていうのか、そういうので人と人とかつながってって、なんとかこの今困難なものを少しでもなんかこう瓦解で溶解することできないかなって、そういうものに近づけていけたらいいなというふうに思ってます。もうこのお話を伺っている間に先生と生徒さんたちのこのアイコンタクトを見ていると本当につながってるんだなっていうことを感じるんですけどもやっぱりね、コミュニケーションを大切になさっているんですね。いや、生徒がいいんです、本当に生徒がいいんです、はい、だから西井先生からこのお話いただいた時にも、この子たちだったらいけるっていう感じで、安請け合いしてしまったのでメンバーが足りなくなってしまってですね、春休みに入ってしまってるもんですから、なかなかそんな子どもたちの予定も聞かずに先にもう引き受けてしまったものですから、それでこうやって助っ人に来てくれる子どもたちがいるっていう、それがやっぱうちの学校のいいところじゃないかなと。ありがとうぜひね、あっちとこっちとカメラで写したいところなんですけどねでも先生、私自身はクラスの中でもその人前に出ることがすっごく苦手で、人前で発表するなんて考えられないような高校生だったんですが、コミュニケーションもやっぱりちょっと苦手で人見知り
な部分もあって、そう引っ込み思案なタイプだったので、そういう生徒さんは中にもやっぱりいらっしゃるんじゃないですか。うん、ただうちは中高一貫校で6年間あります、はい、そしてこのコミュニケーション能力っていうものを非常にこう重視している学校です。ですから1年の時からですね、もうほぼ全教科って言っていいと思うんです。で、様々な場面で、プレゼンテーションをしなければならないっていう形になってますので、だからそれが、まあ、今彼らは5年生終わろうとしてるんですけれども、はい、本当に積み重ねて、で本当に各教科、まあ、本当に全教科って言ってもそれが1年2年3年4年5年としてくると、本当にここまでカメラを前にしてもですね、堂々と話せるんだなと育ったので、僕は彼らを 1,2,3 年と持った人間なだけに、この2年間ちょっと週1ぐらいしか持てなかったんですけども、手放した部分はあったんですけど、成長したなと、うちの学校の教育は間違ってないぞっていうような気を強くしました。自信を持って、はい、やっぱり言語活動が大切っていう結論に至るわけですよね。そう、ですね。ですね。石津さん、いかがですか。はい、今コミュニケーションという言葉も出ましたけれども、これからの時代というのはコミュニケーションとともにコラボレーションって言うんですよね。チームワーク、みんなと一緒にやっていくっていうことも非常に大切だと思うんですね。今日のディベートなどを見ていて、それへの準備の話などをの生徒の話を聞いていますと、コミュニケーションだけじゃなくってコラボレーションチームワークっていうのをしっかり作れているな、そういう力も身につけているなというふうに思いました。本当に生徒っていうのは無限の可能性を僕は持っていると思うんですね。先生が生徒は教えないといけない存在だと思うのではなくて、生徒っていうのは無限の可能性を持っていて、いろんなことができるんだ、だからさせてみよう、一緒にしてみようというふうに思うことが大切なのかなというふうに今感じました。はい、わかりました。ここでツイッターでご意見ご感想が届いているようなので、ここで発表していきたいと思います。ご意見です。先生方も生徒の皆さんの顔もとっても輝いて見えましたとのことで、やっぱり生徒が生き生きしていると先生もキラキラしてくるものなんでしょうかね。いかがですか、遠藤先生。はい、そうだと思いますそうですね。ということで、古谷先生なんか特にそうですよね。冷や汗でテカってるのかもしれません。いやいや、もう涙腺がもううるうるしてきて、はい、今にも泣いちゃいそうなのはすごくよくわかりましたということで、次の意見なんですが、シュールですね。そろそろ次のコーナーへ行ってくださいで、これはね、私へのカンペでしたすいませんこれツイッターの関係ではなく、私へのコメントでした。はい、じゃあ私は次のコーナーへ行きたいと思います。それでは先生方にはこちらで終了ということで、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。